こんにちは。いつもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。パーソナリティの多田,田翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。え今日は何の話なんですけれども、戦略を作る作り方についてです。戦略を作るときにどうしても手が止まってしまう要因があるんですけれども、それは何か、そしてそれを打開するためにどうすればいいのか、3つの着眼点。 という話をさせていただきます。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。え今日は戦略についてです。こいざ自分が戦略を作るときに、あのフレームなど手順は頭の中に入っていても書けない、作れないという状況があります。ですぐに手が止まってしまう原因は何かなんですけれども、どんなものがあるでしょうか。で、付け詰めると私は2つだと思うんですね。 一つは必要な情報が足りていないこと。もう一つが問いの立て方が適切ではない。この二つのいずれか、またはどちらかなんですけれども、私の経験から多いのは、後者の問いの立て方が適切ではない。これなんです。よく思いがちなのは戦略を作る。も戦略ではなくても、例えばそうですね、お仕事での企画書、提案書、レポート。 プレゼン資料、こういったアウトプット全般に当てはまるんですけれども、何かを作るときに必要な情報が足りていないというふうに考えがちなんですけれども、実は情報は足りていて、それをうまくプロセスに、情報を加工、編集ができていないからなんですで。それはなぜかというのを掘り下げていくと、結局のところは問いの立て方、問いを構造化して、可視化をして構造化して、それに答えるように書いていくといいんですけれども、この問いの立て方が適切ではないんです。 だから、あの、情報はあるんだけれども、問いがわからないので、うまくこう、えー、と作っていくことができない。これを一見すると、まだ情報が足りていないと感じてしまうんですけれども、実は情報は足りていて、問いの立て方が適切ではない。こんな状況に陥っているんです。陥っているんです。じゃあ、どうすればいいかですよね。ここでは戦略を2で続けていきますけれども、戦略を作って磨いていくために、どうすればいいか。私は一つ、 頻度になると思っているのが、3つの着眼点から見ていくといいんです。3つの着眼点とは何かなんですけれども、3つの視です。見るという字を書く。あの視力の視ですね。3つの視から着眼点を見ていくといいんです。3つの視とは何かなんですけれども、視点、視野、視座です。視点というのは論点の多さになります。視野は見る領域の広さ。領域というのは2つに分けられて、空間的なフィールドの広さと、もう1つは時間軸の長さです。 時間軸も視野というふうに捉えています。3つ目は視座です。どの立ち位置から見るか、高いか低いかになります。で以上の3つの視を使って、戦略の中身、あるいはアウトプットの中身を磨いていく、作っていって磨きていくといいんです。でただ、一気に3つ同時というのはこううんと、少し難しいなと私も感じるので、順番に見ていくといいです。例えばこんな順番ですね。まずは視座を決めます。 ビジネスであれば一番上位の経営のレイヤーなのか、もう一つ下がったような事業部単位のレイヤーなのか、さらに現場のレイヤーなのか、こうした視座をまずは決めます。次に視点を増やすようにします。例えば自社だけの視点だけではなくて、市場から、競合から、自分たちだけではなくて、お客さんの視点を入れてみる。第三者の視点を入れる。こうした視点を増やすといいです。3つ目に視野を広げる意識をします。領域の視野。 例えば参入している市場だけではなくて、周辺市場にも広げていく。時間軸も短期だけではなくて、中長期の時間軸、スパンを長くしていきます。以上の順番。まず視座を決める。次に視点を増やせないか。そして視野を広く捉えていく。この順番で見ていくことによって、3つの死。この着眼点が増えていくので、巡り巡っては最初の問題意識である問いの立て方が適切ではない。これを解決することにつながります。このように視点、視座、 視野ですね。この3つを、まあ、必ずしも先ほどの順番通りではなくてもいいんです。行ったり来たりしながら進めて、このサイクルを何度も回しながらこうアウトプット、例えば戦略、企画書、提案書、レポート、プレゼン資料、これらのアウトプットの中身を詰めていくといいんです。なのでもう一度最初の問題意識に立ち戻ると、何かアウトプットができないときに必要な情報が足りていないか、この視点、観点はもちろん大事なんです。 一方で自分は今問いがしっかりと立てられているか、問いがこう可、可視化されていて構造化されている、その問いに順番に答えていくことによってストーリーができていくのではないか。だけれども今作れないのは問いの立て方、問いの設定、論点の設定が足りていないのではないか、不十分なのではないか。こうした問題意識を持っていくといいのかなというふうに考えます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。 この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聴いてみてください。またフォロー、チャンネル登録をしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。